雨が降り始めています。 ZOZO マリンスタジアムです。セバロッテマリーンズ対埼玉西武ライオンズの一戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、デーゲームナイトゲームで選手の感覚は変わったりするものなのでしょうか。まあ人によっては違うと思うんですけど、僕はデーゲームもナイトゲームもあんまり変わらないですね。あ、そうですか。里崎さんは影響なかったということです。さあ最終回、 ZOZO マリンスタジアムが歓声に包まれました。最後を締めるのはもちろんこの人です。マリーンズの守護神増田、声援を背負っての登板となります。引っ張った、高いバウンド、セカンド取った、アウト、ワンアウトです。3番バッター外崎、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ワンアウトランナーなし。インサイド落ちました。ファウルゾーン切れそうです。切れていきます。ファウル、ファウルです。ボールカウントは2ストライクです。変化球で空振りを取ります。バッターボックスは4番山川、先ほどの打席はライトフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。そうですね、まあ落ち着いてしっかりと最後のアウトを取ってほしいですよね。はい。さあ最後のバッターになるでしょうか。打ちました、ピッチャーゴロ、中村、これで3アウト、試合終了になりました。千葉ロッテマリーンズが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。里崎さん、緊張感のあるゲーム展開の中で勝ち切れたというのはどのあたりがポイントだったんでしょうか。まあ回ってきたチャンスをしっかりものにできたことでしょうね。今日は本当に集中してたと思いますね。そうですね、非常に高い集中力の中見事勝利を収めています。勝ったマリーンズ、接戦をものにしました。一方のライオンズですが痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはマリーンズが見事勝利を収めています。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで ZOZO マリンスタジアムから失礼します。